はい、酒好きな元新潟人の飲酒動画です。今回は、こちら、小玉、バイスサワーの、まあ、瓶入りですね。こちらは、果汁が 10% 未満、果汁入り炭酸飲料となってて、この中には酒は入ってないですね。アルコール度数は 0% となっております。原材料が、加糖ブドウ糖液糖と、リンゴ果汁と脂肪抽出液と、酸味料と香料とリン酸塩と着色料。内容量が 340cc、となっております。まあ、こちらね、原液は以前、買って紹介したんですが、こちらは多分紹介してなかったと思います。シソ梅エキス入りの爽やかな酸味で、業務用として発売以来ロングセーラー商品の小玉バイスサワーです。お酒で割って美味しい炭酸飲料です。となってて、小玉バイスサワーを2に対して、焼酎、ウォッカを1で、入れてと書いてあります。ので、とりあえず、氷を入れると。で、焼酎を、まあ、適当に入れて。それでは。おーおーおー、炭酸が。おーおー、泡が泡。結構炭酸強いですね。思った以上に炭酸が割と強力な。さすが瓶入り。さすが瓶入りです。よいしょっと。乾杯。あ、うん、美味しい。うん。あ、美味しい、懐かしい。あれですよね、うん、まあバイスっていうのは、まあ、梅酢を、まあ音読みで読んだものですね、うん、ああ美味しい。まあ味としては、シソの葉っぱの香りの、で、まあ酸味がちょっとあって、で、まあ甘みもまあある。いった感じの飲料ですかね。うん。まあ以前、アマゾンで俺が確か1300円ぐらいで、1リットルの原液を買ったんですけど。まああれはね、まあいちいち、原液入れて、炭酸入れて、焼酎入れて。あ、どうしても、ね。まあ、炭酸、だから、これはもう、もともと炭酸飲料だからこそ、やっぱ炭酸が、ね。別途炭酸を用意するよりはやっぱり、この中に炭酸注入してるわけだから、当然強いんですよね。
まあ、だからでしょうか。やっぱりそこそこ炭酸が、この瓶のやつは強めで美味しいですね。ああ、でもこういうの、このバイスサワーを飲んでると本当に焼き鳥食いたくなるね。焼き豚。焼き豚。焼き豚食いたいですね。てか、焼き豚って、あれなんだ。焼き鳥の調理法を使用し、主な食材を豚肉とした串焼き料理。あ、そうなんだ。焼き鳥じゃなくて、鳥じゃなくて、豚で、豚ってことか。焼き豚ってそういう意味なのか。豚屋か、いいっすね。ああ、焼き鳥食いてえな。焼き豚、焼き豚食いたいね。結構あるのかな、ここら辺。ちょっと遠いですね。亀有のあたりか。うん、俺も焼き鳥、焼き豚では一番好きなのが頭ですね。もう頭がめちゃくちゃ好きですね。うん、頭が好きでさ。おっぱいなんてあるぞ。頭バラ、軟骨、頭油。はあ。おっぱいってなんだ、おっぱいって。おっぱいってあんの？豚？はあ、そりゃ食ったことねえな。今度行ってこようかな。へえ、おっぱいなんてあるんだよな。まあ、大体あれか。おっぱいって。今度行ってこようか。おっぱい食べてこようか。へえ。ああ、いいっすね。金宮のストレート。梅駅座り。いいね。ああ、なるほどね。ホッピーもいいな。こういうとこって大体立ち飲みが多いんだよね。
個人的に立ち飲みはあんまり好きじゃないんだけど、やっぱり立ち飲みなのかな、それとも座れるのかなこれ、ね、うん、立ち飲みの昔、あの昔っていうか、まあ1年前ぐらいに、あの立ち飲みのとこ行ってきましたけどね、うん、なんかね、って感じだよね。個人的にあんまり、ああいうとこは好きじゃない。やっぱゆっくり座って、あれだよね、注文したいですね。まあでも、頭はうまいな。今度行ってこようかな。あーでも結構焼き豚って俺ずっと知らなかった。焼き豚ってさ、俺昔行ったのが焼き豚っていう店の名前のとこだったんだよね。だからそういう店の名前なんかなと思ってたけど、ひらがなで焼き豚ってググったら、ウィキペディアあるもんね。焼き豚って焼き豚のことか。なるほどね。焼き鳥の焼き豚バージョンかって。噂ならだから知ったね。なるほどな。なるほど。そう、昼間から大体飲めないんだよね、そもそも。大体ね。さーて、昼から飲みに行くか、みたいな。感じは多分ダメなんだろうね。で、結構客層がさ、おっさんばっかりでさ、なんか、ガヤガヤしてうるさいんだよね。立ち飲みとかだとね。それがあんまり好きじゃなくて。なんだよな。でもこういうとこ入ると俺がっつり使っちゃうからな。マジで金。ごっそり使っちゃうから。昔その、行ったとこで5000円ぐらい使ったからね。4000円だっけ？ 4、5000円使ったんだよな。あ、6000円だったかな。4、5千円、6000円ぐらい使ったからね。あの、飲みすぎてさ。クソみたいに飲んだんです。だいたいほら、400円ぐらいじゃん。ドリンクが。酒がね。で、それ、あの、10杯ぐらい頼んで、10杯ぐらい、まあ、わかんないけど、あと肉合わせに、あの、4000円ぐらいで使って、そんで残り2000円ぐらいで、例の幻のあの飲料を買って、だって感じですよね。
でも結構すぐなくなっちゃうんだよ。こういうところで飲むと。ぐいぐいいけちゃうね。ブルーベリーの700倍。需要競争におすすめ、なんとかジュースだって。なんだこれ。聞いたことない。読めない。まあでも、近場にこういうのあるといいですよね。酒屋でね、焼き豚とかね。まあ近場じゃちょっとないんだけど。ちょっとあれだね、チャリで移動しないとダメだな。でも頭がね、頭が好きでな、本当に頭クソうまいんですよね。特に好きなのが油頭っていうか、黒頭だっけ、白頭どっちだっけ、油の乗った方じゃないやつかな、黒頭か、いわゆる肉の部分の頭。あんまり頭って大体脂身がかなり強いんだけど、普通の頭って大体ほとんど脂身なんだよね。8割型油なんですけど、黒頭っていうなんか、やつが、うまかったな。いや、白頭もうまいんだけどさ。うん。白頭もうまいんだけどね。あ、うまいんだよ、確かに。白頭も普通にうまいんだけど、黒頭がやっぱ一番うまいね。うん、結構弾力があって、うまいです。いわゆる肉の部分の頭のやつね。うまいんだ。まあいいっすね。ちょっと食べログを見てると本当に食いたくなってくるわ。マジで。近場にまるでないな。結構、あれだね。遠いな。
食いたくなってくるわ、こういうの見ると。マジで明日ちょっとあれだな。明日マジであれだな。明日なんとか1000円で、1000円ぽっきりで、ちょっと生放送しようかな。ライブしながらちょっとあれだな。明日ちょっと千円札だけ持って行っちゃおうかな。ニコ生しながら行っちゃおうかな。せやねー、ちょっと行ってこようかな。うん、バイスサワーは美味しい。結構酔っ払っちゃった。21、6、ここはそんなないの。甘みはそこそこあるし、香りも、まあ、買いかっていうと、この瓶のやつ割と高い、100円以上したから。まあ、買いかっていうと、まあ、でも、まあ、バイスサワー全般としても割と買いなんで、まあ、一応、うん。せやね。これを機に、バイスサワーを触れることができるんで。2344です。ご視聴ありがとうございました。